矢蓋の素晴らしいところは、はい、足の上げ方を変えたりとか、はあはあ、高さを変えたりとか、うん、そういうところからもうタイミングを外しに行くんですよね、はあはあ、でも今2球、まあ、チェンジアップを2球投げて今まっすぐなんですけれども、その2球投げたフォームと今投げたまっすぐのフォームがちょっと違うんですよ。なるほどね、はい、バッターは糸井です。今日は日本ハム打線クリーンナップで糸井がフォアボールヒット、したがって2度出塁、4番の中田翔がツーランホームランとレフトへの2塁打2度出塁。今糸井の打球はセンター大きな球、岡田が交代、なお交代、向こう向いている、入った、ホームランです。糸井のホームランが生まれました。9回の表、日本ハム1点を追加でやります。矢蓋から糸井がオープン戦3本目のホームランです。オープン戦第3号のソロアーチ、簡単に2アウトまでは重ねたんですが、しかしそう簡単にいきませんね。らしくはないですよね、本当に、はいはい、まあ、一番打たれてはいけない結果ですからね。なるほど、ど真ん中のストレート、バックスクリーンへ打ち込まれました。まあ、これだけ素晴らしいものを打たれたら、はい、自分の中にしっかりとした気持ちができますよ、矢蓋も。今度は4番の中田、